引き続き行方不明機のニュースです。お伝えしたように昨日未明に消息を絶った旅客機の行方は依然として分かっていません。行方が分からなくなっているのはノースアジア航空社の大型旅客機で、成田を離陸後給油機のアンカレスに向かう太平洋上で消息を絶ちました。関係省庁では何らかの事故にあった可能性があります。
おお、やはりまた現れなさったのか。もしそこご様子から察するに、異邦より参られたお方かと存じます。この先に落ちたあの子の石だったのはあなた様だけの様子。今でも名前をなくしたもの、ただのお庭、いやそんなこと悪いことは申しません。ただちにあなた様は異邦じゃ。あなたの船が落ちたのを見て、よからぬもあなた様のように素晴らしい方を強欲者に渡す案内は私がいたし、ともかく北へ。なれますかな。あれはすべて異邦からはるか昔、大いなる者が神の座を脅く企ては失敗に終わったものの、集めこうして世界に入った風穴として異邦、最も悪いことばかりではございません。こうしていろいろなものが降ってくれば貧しい。こうやってお前を見つけられたんじゃからの。
によ。残りも一気に片付ける。そこのあなた、手を貸して。その魂はわしの。黙れ。そのまま立ち去りなさい。また現れたら消し飛ばしてやる。恐ろしく武田家しい娘をじゃ。さすがは器を。大丈夫？間に合ってよかった。お礼はいらないわ。異邦人ギルドの団員として当然のことをしたま、私は月貞リュウ。よかったらリュウと呼んで。それであなたは？うん、これからよろしくね。私もあなたと同じこの世界に迷い込んだ異邦人を。他にも話すことは山ほどあるけど、まずは外に出ましょう。さっきのあいつがまた魔物を連れて戻ってきたらまずいし。わからないけど、ここではいろいろなことが起きるの。本当に向こうでは想像もしなかった不思議なことがいろいろと。出口は西にある。行きましょう。ごめん。
ここが町へ通じる道。外に出てしまえばもう安全よ。後で話す。やられないように気をつを奪わない限り、彼らは何度か…そうね、試してみるか。やっぱり、あなたを見たとき、予感がしたのよ。準決勝があなたを受け入れたのよ。これを扱えるのはごく一部の異邦人。こっちの人たちは選ばれし者なんて呼ぶぐらいだ。でしょ。行きましょう。この先は私が案内する。あなたの来訪を感じ、ようこそ剣の道エスカリオ。私たち異邦人の拠点で、今日からあなたの家になる場所よ。本物の我が家と思ってゆっくりくつろいでちょうだい。副団長。あら、今日どうしたの。そんな。どうしたのって、リユが急にいなくなったから。私が。何かあったらどうするんだよ。いつも言ってるけど、もっと慎重に行動してくれ。今となってはリュウが俺たち異邦人。ごめんなさい、飛行機が落ちていくのが見えて、それでもう無我夢中だったから。飛行機。それじゃあもしかしてそこにいるの。ええ、私たちの新しい仲間よ。別の病で見つけたの。それでだったら多少の無…はじめまして。僕はこれ見つけよう。ここでは本名なんて無意味だから、まあ一応
礼儀として困ったことがあったら何でも僕に言ってくだ。これでもこっちじゃ少しは名の知れた。初対面の人には丁寧なのね。僕はいつだって丁寧ですよ、相手が非常識じゃない限り。え、私ってそんなに常識ない？さあ場合によるけど。そうだ、さっきアンナも探して。それはちょうどよかった。今日後で教練をお願いするから用意をしておいて。了解、じゃあまた後ほど。